身延駅は山梨県南小間郡身延町門田にある東海旅客鉄道身延線の駅である。日蓮宗総本山である身延山工藤寺や南アルプスを控えた身延線の拠点駅。特急、富士川を含むすべての列車が停車する。当駅を境として旅客流動に違いがあるため乗客の多くが入れ替わる。ホーム駅舎に接する単式ホーム一面一線と、奥に島式ホーム一面二線と合わせて二面三線を持つ地上駅。線路はほぼ南北に走り、駅舎は西側に設置されている。乗り場は駅舎側から1番線、2番線、3番線で、1番線には上下に関わらず半分ほどの列車が発着し、2番線には甲府方面の列車のうち半分ほどが、3番線には富士方面の列車のうち少数が発着する。特急列車は改札から段差がない1番線に停車し、これに対し普通列車は島式の 2.3 番線に停車することが多い。後続の特急退避による長時間停車を行う普通列車も存在し、身延線内では当駅と鰍ヶ沢口駅で追い抜きが行われている。これらのほか、3番線の東側には側線が約3本あり、留置線として使われている。また、単式ホームと島式ホームの間は、地下連絡通路を通って渡る。2.3 番線のホームはかつては1番線のホームと同じ長さであったが、2005年度中に一部が解体されて、現在の長さとなった。駅舎は1980年6月に完成した1階建ての建物で、コンコース部分は屋根が高くなっている。駅舎内部には待合所のほか有人の出札窓口や自動券売機が設置されている。待合所には立ち食いそば屋があり、打ちそば屋は1番線側にもカウンターを設けているため、ホームでそばを食べることができ、またいなり寿司を販売している。一方、売店は数年前まで存在していたが、今は自販機に代わって廃止している。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、豊島駅鰍ヶ沢口駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場が設置されている。日蓮宗の総本山である、身延山工藤寺への参拝客や観光客で賑わう。山梨県統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前は整備されており、バスロータリーやタクシー乗り場がある。駅前広場から土産物屋などが並ぶ商店街が伸びているが、この商店街は1999年に区画整理が行われ、建物のデザインが和風に揃えられている。駅前を身延線や富士川に沿って走るのは県道10号である。身延町から富士宮市にかけて富士川東岸を縦貫する道で、海洋島駅、内線駅などを通っている。身延町役場身延支所、山梨県立身延高等学校、身延町立身延中学校、身延町立新延小学校などがある身延の中心部は、富士川の対岸となっているが、駅の北300メートルほどのところで身延橋が富士川を渡り、連絡している。なお、駅のある場所はかつては、西八代郡大河内村に属し、富士川が身延町との境になっていた。1955年に大河内村は身延町と合併し、当駅も身延町内の駅となった。久遠寺の参拝客以外に南アルプスへの登山客なども当駅を利用し、春の花見シーズンには久遠寺のしだれ桜を目当てにした観光客も訪れる。特急、富士川の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。